んにちは、流線画の陶芸教室の古藤です。今日は花器に穴を開けて植木鉢にします。結構大変だったんですけど、今いい道具が出てきてます。これが開けた状態です。インパクトドライバーでドリルで穴を開けます。グラインダーで削ってスリットをつけます。結構思ったよりも簡単にできました。インパクトドライバーが効果的です。用土の材料ですが、水をたっぷりやって用土を作ります。ブルーベリーを植えました。